あまりね遅くなるといけないんでもうくじが回っちゃったからね食べようかな無理して無理してでも食べようかな今日のね「車中泊飯冷やし中華レモンスープ味」ってよく分かんないな食べてみないとね。 それと、お米大好きじっちゃんはおにぎり。あのさ、じっちゃんの車窓をずっと開けてたらさ、聞こえるかな。なんていう虫。チンチロリンじゃない。チン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 チ,ンチンって等間隔でね、鳴いてるんだよね。で、たまに鳴き止んだりとか、コオロギじゃないよね。これ何、何の何の虫の鳴き声なんだろうね。 がね、1匹入ってきたみたいでささっきから泣いたり泣き止んだりしてるんだけどあれだよね虫だよねなんか電子機器がピピピピ言ってるわけじゃないよね <laughs> 虫の虫の音かね電子機器の音なのかがじっちゃんもう分からなくなってきたということで今夜もいただきましょう全ての人と全てのものに感謝して いただきます。さあレモンスープってどんなんだろうね見当がつかないんだけどレモンスープ酸っぱいのかなん酸っぱくはないやあのねあっいたこのこの方が泣いてるんですね どど,どうやってあいなくなったスズムシじゃなくてねこれ何ていうのかなあの緑色のねあいなくなっちゃった緑色のさスズムシじゃないよねスズムシは違うコオロギでもないじっちゃんよくわかんないやこの人が泣いてたんだねあであのこのかにね口に入れるとさレモンの香りっていうかレモンの風味がね ちょっとするよねそういえばじっちゃんねあれだメガネメガネ外してたなん,な,んなんか変だなと思ってたらまあいいや美味しい普通に入れるとねほのかにレモンの香りがするねということで今回もじっちゃんは食べることにね集中します「もぐもぐタイムしばしまたれ」 美味しくいただきましたありがとうございましたごちそうさまでしたごちそうさまでしたいやお腹いっぱいになっちゃったよでもさ食欲なくてもさ口に入れるとね結構食べられるもんだねお腹はさそんな空いてる感じじゃなかったんだけどもうくじもね 待ってもう9時半だよもうあんまりさ遅く食べるのもねあれなんでねもう食べようと思ってね食べたけどさ口に入れるとなかなか食べられないって思ってたけど食べられるねまあ今日はねお米は持ってきたんだけどねとてもご飯炊いてねおかずをっていう感じじゃなかったんだよなやっぱりあれなのかな そういうい時ってあるよねなかなかね食欲が湧かないとかさ食べてないんだけどな昼もねなんかな食欲ないんでうどん湯がいて食べたんだけどさもう最近そうめんとかさうどんとかさもうそういうのばっかりっていうかもうそういうのが多いよねまあ今日の冷麺にしてもさ冷麺も食べるしそばも食べるしさ結局なんかな食欲ないんで まあ、麺類だったらさ食べやすいっていうのあるよねさささっと食べやすいんでどうしても食欲があまりない時はそういうのになっちゃうよねそれでもねやっぱり何とかして食べないとたいくないっていうかさ食欲が全然湧かない時はさじっちゃん1日2日ご飯食べない時あるからねうん。 食べるのも面倒く何か食べないといけないなって思うんだけどもう食欲ないからさ結局もう1日とか2日とかさほとんど何も食べずにまあ水とかねコーヒーとかさそういうのは飲んだりするんだけど水だけだとねいいんだよね。水だけだとちっちゃ結構楽なんだけどあの久しぶりにこうお茶飲んでるけどさお茶はあまり飲まないね。 お茶とかさコーヒーはよく飲むんだけどお茶とかコーヒーとかさカフェインの入ってるやつを飲むとさトイレが近くなるんだよねじっちゃんトイレの回数が異常に増える水だけだとさそうでもないんだよねなんでかなカフェインがカフェインって利尿作用あったっけ多分カフェインが利尿作用あるんだろうねまああれだなあ 少ないねもうねさっきからえっ、ー、とね9時前か9時前にね窓を閉めてさカーテンも閉めちゃったんだよね今何度ある ?28 度28度あるね今ね暑いって全然感じないけどな全然暑くないけどなじっちゃんはねじっちゃんの部屋は常時 度度から30度の間なんだよねエアコンずっとかけっぱなしでさで、除湿だけをやってるんだけど2 9九度から3 0度、二2 9 8八度とかね3 0度っていうのにはなかなかならな,な,らないけどさ2 9 8八度ぐらいまでいくね。まあでもさ湿気を取ってるんで熱くはないよね。湿気を取って 扇風機を回してる弱くねだから部屋の中でもこう空気の流れを作ってるんだけどさそれだけでもう全然熱くない熱くはないよねまあじっちゃん動かないからさもうじーっとあのお地蔵さんお,お地蔵さんみたいなね感じでさいるからめったに動かないしもう家にいるとねほとんど動かないよね仕事部屋に行ってね仕事をするかって言ってもそれでも 椅子に座ってするわけだよな今におっても今でも座ったままだしねんでベッドで寝るぐらいでしょえっ、ー、とね昨日はちょっと出たのか買い物にねちょこっと出たねその前もうその前もえっ、ー、とね土曜日え土曜日から土曜日からかな土曜日からねもうほとんど動いてないほとんど動いてなかったよねもうじーっともうただ 仕事とかさいろんな電話が来たりとかするんでまあ電話も携帯に来るんでね携帯持って話するか電話持つのもめんどくさい時はもうテーブルの上のボタンでこう何ていうかスピーカー1人だからさじっちゃん別に聞く,聞く人もいないしまあ聞かれてもまずいことはないんだけどスピーカー本でさ結局喋ってるよね。ほんと連休っていうかさ こういういお盆とか正月とかお盆正月お盆正月ゴールデンウィークだねじっちゃんがほとんど動かえないのはねもうじーっと閉じこもってるもう今日もね家出たらね車が多い多いかねてさ10分15分ぐらいで行くとこがさもう30分40分かかるんだよもう嫌になるぐらい車が多いよね関西ナンバーやとかさ 関西ナンバーとか結構多いんだよね関西ぐらいまでは車で帰ってくる人が多いっていうことかな新幹線じゃなくて新幹線飛行機あの私のいとこもね大阪に住んでるんだけどさお盆は結局その飛行機が取れなかったからもう帰ってこないともう帰ってこないって言ってたねまあね新幹線でもね結構かかるからね大阪からだとさ 新幹線だとかかかるんかな5時間5時間ぐらいかかるのか五 ?5 時間ぐらいかかるよね。じっちゃんね、新幹線で大阪まで行ったことないんだよね。大阪に行くのは、もうほとんど飛行機でしょ。飛行機か車か。で、車は1回しか行ったことないんだけどさ。まあ、だからね、もうほんと車がね、もうおい。 まあ観光地とかさじっちゃんこっち来る時さ観光地みたいなとこをこう何か所かな2か所通ってきたんだけどさまあ車が多い多いなんでそんなにもう連休だからとかさまあお盆はね田舎にご先祖様にさお盆ぐらいは先行あげたりとかさした方がいいとは思うけどさでも高速道路はあれだよね 確かその混雑をさ集中してこ集中して混雑が起きないようにさ確か平日が高速の ETC 割引になってたよね土日はだから ETC 割引なかったんじゃな,いなかったかなと思うんだけどねということで今回はじっちゃんのお泊り保育山の上でね海抜 550m でお泊り保育まあ涼しいんでねご飯も 美味ししくいたただきましたそれでは皆さん次回の動画でお会いしましょうさようならおやすみなさいおやすみなさいって9時半が回ってる9時36分寝るもう寝るちょっと早いんでないかい寝る準備はしとくかいつでも寝れるように